伊達チンチャンネルへようこそ。伊達チンでございます。本日は肉まんマッスルショット行ってみましょう。マッスルショットポチッと。はい、本日ですけれども、今回ね、こちらのバトル、調整していきたいと思います。でね、こちら、スーパーフェニックス、リベンジでございます。で、今回でございますけれども、まあ結構ね、多分鬼門となります。こちらね、ラウンド5、こちらからね、ちょっとお届けしたいと思っております。まずはでございますね、こちら登場するギミック、こちらホノロープ、それから有刺鉄線でございますけれどもね、ここがまず肝心でございますね、皆さん。どうすかどうすかどうすっかということで、まずはここちょっと必殺技をね、ちょっと打っていきたいと思います。いってみましょう。よいしょ。もうまずはね、マンモスマンいってみましょう。よいしょ。いきなりよ、大切なおろしジャシャーンということでね、もういきなりこっから必殺技をバンバン、使っていきましょう。よいしょ。もう一気にやっつけましょう。次撃たれたらおしまいです、本当にね。行きましょう。よっしゃよっしゃよし、とりあえずとりあえず OK です。とりあえず OK ですね。あとは問題7はこのロビンでございます。ロビンも、次に打っていきますんで、ロビンも、こんな感じで、よいしょよいしょと、間に合わんかった。うん、まあ、こういう感じで食らっちゃうわけですよ。これいけない例ね。これいけない例。いけない例。これこうなると、こんなに食らっちゃいます。これいけない例です。ございますね。まあ、こうなっちゃうとまずいよ。ということで、まあ、これはちょっと牛丼取って回復だね。よし。ね。はい。こんな感じで、もうちょっとね、必殺技でこの二人を、やっつけなきゃいけなかったところでございますけれどもね、続いていってみましょう。ラウンド6でございますね。でもこれはもうあれですよ、やばいな。よいしょ。とりあえずもうおりや、よいしょ。やばいね。本当はね、本当必殺技でもうバンバンやっつけたかったんだけど、結構この体力がもうないね、状況でございます。これいけるか、牛丼出れるか。有刺鉄線当たっちゃいそうだけど、怖いけど、よし、危なかった。まあ本当やばいね、体力。まあ俺のプレイの下手さ加減とかもねあるけれども、よし、まあ、突っ込んでいくっていうね、こういうスタイルでございますね。まあ必殺技ね、スクリュー攻めね、これにも動じないね、かなり強い。うん、もうほんとギリギリのバトルを繰り広げております。よいしょ。はい、KO でございます。まあちょっともうちょっとヒットポイントを貯めたかったところもありますけれどもね、残すところ、ファイナルラウンドでございます。ここが問題のラウンドでございますね。よし、行ってみましょう。出方を見たいところもあるけど、ちょっとスグロは取っておきたい。よいしょよいしょ。そして使っ
ってきそうな、ゼブラが使ってきそうなんですけど、体力をちょっと回復したい。よいしょ。おっしゃ、まずはゼブラね。よっしゃ、そしていけるかな。ちょっと痛かった。まあいいか。遠いかな。よいしょ。使ってくるな、来るな、来ると思うんだけれども、ちょっとなんとか避けてほしい。防げ、防いでくれ、これを防いでほしい。まあ食らってますけど、よいしょ、よっしゃ、なんとかここまで来た。よし、でビビンバで回復できるかな。回復できるところで回復したい。よっしゃ、よし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 よいしょ、はい、うん、最後、よっしゃ、ジャスティスでいけるかな。絆創膏に当てればラッキー。よいしょ、ああ、まあまあまあ、ガチでいきます。よっしゃー、うわー、うわー、来たね、この邪悪の王子でございます。あと鬼門がこれ、ここ一発撃ってこられたらまずいけど、よいしょ、耐えろ、よし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 、うわー、こう、もうここは行くしかないね。ひ、当たんねえか、そこじゃ。よいしょ、行ってみよう、バスルパー、バスルパー、ダシャーン。よっしゃ、これで動きを止めたと。いうところでね、ガンガンこれで回復いけるか、回復してほしい、回復してほしいけど、ちょっとギリかもしれない。うん、もうもちろんこれは牛丼取りますよ、僕は牛丼取りっす。よっしゃ、やばい、復活したぞ、あともうちょい、よいしょ、止まれ、よっしゃ、相手の攻撃まであと2ターンでございます。よっしゃよっしゃ、もうちょいもうちょい、よっしゃ、撃破 KO 来た、You win! ということで、もうちょっとかなりね、ギリのバトルでございましたけれども、倒すことができました。ね。まあ、スピクリは無理だったけど、一応、まあ、ハスクリ、それから、多分、フェニックスもゲットということでございます。まずは行ってみよう！こちらでございますね。来たースーパーフェニックスゲットです。それからボンボンジャーンという形で、まあなんとか、タテチン鬼門であった、こちらスーパーフェニックスなんとか撃破ということでございました。まあ今回ねラウンド5からね、お届けしましたけれどもね、まあ結構これほんと鬼門の、ラウンド5、これをね、まあ、必殺技で乗り切って、まあなんとかね今回勝てたということでございます。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ということで、達人チャンネル、またパソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録ボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。